どうもマルベリです。白猫テニス実況をやっていきましょう。スタート。いやー、噂のね、白猫テニスでございますよ。何を隠そう、マルベリ元テニス部でございます。これはね、もう私やらなきゃいけない、アプリということでございましたが、ちょっと手をつけられておらずですね、今回やっとちょっと白猫テニスに挑戦できる状況になりましたので。どんな状況だよ。始まったぞ。何が来るんだ。おお、なんかね、これ登ってくんだよね。塔なんだね。おお、ウィンブルドン。ウィンブルドンもびっくりだウィンブルドンもびっくり。あ、これなんか CM で見たわ。 CM で見た感じや。おお、ちょ、いいね、こう後ろのぼかしの感じと。おお、テニスっぽい。お、猫がいるぞ。さすが白猫。おい、ていていてい、へっ、へっ、はっ、へっ、んー、パーン、白猫テニス。はい、オープニングムービー見てみましたが、まあさっさと行きましょう。スキップしましょう。はい、これチュートリアルとかもスキップされちゃうのかな。データダウンロード中になっちゃうかもしれん。あー、来た来た来た。あ、ちょっと音でかいな。アイリス、こっちは準備 OK よ。キャトラ、テニスコート作ったの、この猫。妖精かうわー、すごいわ。やったぜ。あー、いいですね。私もね、なんでテニス部だったかというとですね、昔その幼少期といいますかね、住んでいた地区というか、まあ、家の住んでいた家の近くの公園にね、テニスコートがあったっていうね、いうこともあってですね、まあ、テニスがこう身近にあったという。またね、私実はね、兄弟に姉がいるんですけどね、姉がねテニスやってたっていう影響もあってね。さあ動いてみよう。これ操作性がなんかで、ね、難しいらしいんですよね。画面をスライドして移動するのよ。はい、移動します。おお、普通に移動できんじゃん。いけるいける、いい、クリア。これ普通にこうなんか出てる、あのプニコンってやつですね、画面にちょっと白っぽく出てるやつがこう移動させるのに、まあ右左触っていけば動くと。で、次はボールを打ち返す練習と。はいよ。お、来たよ。え、どうやんのこれ。あ、ここの白い枠にボールが来たら打ち返すのよ。タップしたら打ち返せると。オッケーオッケー。こうね、テニスは落下地点。おお、むずい。タイミング。タイミング。テニスはね、落下地点にどれだけ早く入れるかがね、ポイントでございますからね。ただもう一発でもうタイミングが分かった。いや、これバドミントンと同じですよ。バドミントンと同じってテニスだっつうのね。バドミントンってさ、こう、羽がこう、自分のとこに来るによってこう、あの減速してくから、ちょっとあの初速のスピードに合わせて振っちゃうと当たんないみたいな感じだよね。言いたいことはわかるかなまあいいや。的を狙って打ち返して OK。 的を狙えるのね。こっちに、え、どういうこと、今見えなかった。左に打つと、あ、なるほど、こう左側になんつうのフリックするんだね。 OKOKOK。 ああ、いいじゃんいいじゃん、フリックすればいいんだ。あ、面白、操作性私は好きだぞこれ。いいコントロールよ。任せてくださいよ。マルベリさんですよ。次は応用よ。移動して打ち返す。あ、移動しながらっていうのがちょっと難しそうだね。こっち。はい、いいね。クロス。さあ、来いよ。スプリットステップして。あ、やばい、タイミング外した。落下地点に入れてない。落下地点を予測して。あ、フリックのタイミング。なるほどね。一回これ。なるほど、なるほど。大体分かってきた。落下地点よりちょっと後ろに軽く引いてた方がいいね。サーブを打とう。次はサーブや。サーブが大事ですからね、テニスは。まずはタップしてトスを上げる。あ、タップでトスアップ。トスアップ。いいトスアップだ。姿勢がいいね。で、さらにタップ。で、サーブが打てると。で、あ、トスアップ。あ、なんか、光るね、ボールが。あ、この光ってるとこ。なるほどね。最高到達地点から打つと。いい、最高。138。最高。最高時速ね。ちょっとじゃあタイミング外して打ってみようか。クイックサーブとかできんのかな。クイックサーブやってみようか。ほいほい。あ、ダメだ。落ちてくるの待たんといけねえ、これ。149キロ。あ、じゃあさっきは遅かったってことか。ナイスサーブ。スマッシュを打とう。了解。はい、スマッシュはね、イメージは、お、何これ。チャンスマークっていうのが出たらスマッシュ打てると。なるほどよ。あ、早かった。やっちまったよ。これ、コメントっていうかさ、何？メッセージをスキップするのにかぶっちゃうね。あ、これもフリックもできんだね。いいね、いいね。クリア。
ナイスマッシュ、才能を感じるわ。任せてくださいよ、うん、これで終わりよ。よく頑張った、ありがとうございます。テニスのヒント、フラットサーブ、え、すごいね。フラットとかスライスとかあんのこれ。おお、なんか、うん、まあまあなんだ、うん、どっちなんだよ。実践あるのみ。実践ってどういうこと。試合相手を探して出発だってよ。世界の果て、うん、うん、どこまで行くんだなん、この飛空艇は何なんだよ。世界観がわからん。私あの実は白猫やったことがないというね世界観がわかりませんが、まあ、テニスっていうことだけでね、もうテニスといえばマルベリーっていうぐらいですからね。どこのし、どこかの島、お、なんか移動できんだ。お、コートがあるよ。あら、テニスプレイヤーっぽいね、コータ。あ、名前任せてくださいよ。私マルベリーと申しますよ。利用契約同意しますよ。 OK、 許可しない。マルベリーか、コータ君よろしくな。おー、試合やっちゃうの。いいよ、デュエルや、デュエル、やる気十分やで、うん、勝負だ勝負だ、勝負しようじゃないか。え、ドロップショットとか打てんの、すごいね。めちゃくちゃ本格的なテニスやん。なんかニューってとこ押して開始。あ、なんかミッションっぽいのもあったけど、ミッション的なやつはちょっと分かんなかった。あ、プレイ始まったよ。画面の説明よ。これはなんだ、ベースラインってことかな。あ、スタミナがあるの。え、スピン、なに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 、こう得意なコートな能力が上がる。なにこのスピンって。まあいいや、とりあえずは打ち返そう。え、ちょっと待って、危な、離しちゃダメなのか。え、むずむずいぞ。ゲーム形式になったら一気にむずくなった。あ、ちょっとあれなんだね、早いとか遅いとかって出てくれんだね。あ、やばいやばいやばい、危な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 い、ちょっと溜めなきゃいけない。アウトだよ、空振りだよ。じゃあスピン押してみようか。スピンって何なんだろう。え、押せないんだけど。レシーブの時は無理ってこと。あー、やっちゃった、危ね危ね。しっかり溜めて、あ、いや、これ離しちゃダメだっていうのがこれ大変だな。プニコンをこれ持っとかないといけないわ。移動のやつを離したらこれタップ扱いになるんやね。違うんかな、単純に私の操作が悪いんかな。やべ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 タイミング、タイミング、ほら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 、ちょっとプニコン離しちゃダメだ。離さない離さない。いや、さっきからこいつコントロール悪くねえか。ちょっとちょっと手抜かないで、マッチポイントだってよ。なんかスーパーショットがある。お、スーパーショット打ち返してみよう。スーパーショット押した状態でサーブが来て打ち返す。バスターショット、テニプリかよテニプリかよ。これこんなん、こんなんあんのか。なんか必殺技的なやつね。え、トップスピンを1回打とうとかって私打ったのこれ。グッドイチョウを1回打とう。なんか、なんでこれらがクリアできたかが分かってないですけど、まあセンスってやつですかねいや、いきなり空振りしてましたけどね。強いでしょ、だって元テニス部ですからタワーのてっぺん目指せるかも。テニスの塔、まあこの塔を登っていくってことね。任せなさいよ、任せんしゃい。タワー、左下にあったタワーをタップしました。おお、来た来た来た。これキャラクターとか特に選べないのかね。おお、ドアが開いた。早速行ってみよう。 OKOK、 あ、これも普通に移動操作できるんだね。さあ塔の中に入りましたよ。お、なんかこれ受付場かな、テニスの塔へ。マジ世界中から集まってんの。お、早速なんかプレイヤーがいたっていうぞ。1階これ登ってくんね。さあどんなもんなんか。これ何なんだ、もうオンラインプレイヤーと対戦するのかな。これ NPC と対戦するのかな。あ、これ NPC っぽいね。女子プレイヤーもいる、男女混合なの。そりゃ男子勝つでしょう。男子と女子はね、ちょっと実力差ありますからね。まあでも素人のね、あの男子プレイヤーはね、プロ女子プレイヤーには勝てないでしょうけど。そりゃ何これ、あ、キャラ変できんだ。
なんか得意なやつでこうチェンジしていくって感じなのかな。ちょ、危な。そのアングルショットはきついでしょう。アングルショットっていうのはこう手前にこうなんつうの、あの鋭角じゃないな、うん、なんて言ったらいいんだろう。アングルショットっていうのがあるんですけどね。よいしょ、バックサイド、バックハンドに振って、あれちょっと相手弱いんちゃうのこれ。まあテニスはねサーブが有利なゲームでございますけどね。さあバックハンドに、あちょっと早いって言われた。フリックしないと、あやばいやばいやばい、危ねえ。ロブになっちゃった。ロブはねこう浮かすやつですね。やばいやばいやばい、アングルがきついんだけどこれ。でもアウトばっかりやね。いやこれもうパーフェクトゲームや。これちょっとじゃあセンター狙ってみましょうか。センター狙いのサーブ、いいサーブや。アウトやん。どうした完全勝利、パーフェクト、勝ったぞ。まあそれは勝てるだろうな、最初だもんな。お、なんか鍵を入手した。コンプリート。なんかいっぱいいっぱい、なんかいっぱい集まったよさあどんどん行こう。おと、わ、ここでも触れるんだ。次次、え、これ普通に面白いぞ2回到達。キャラガチャが、お、ガチャ来た。ガチャ、これ右下がガチャショップ。これあれ初回ガチャとかなんかあれなのかな、いいのが出るんで出ないとかあるのかな。お、霞ね、聞いたことある、聞いたことある。あの白猫のキャラクターで、あ、ここら辺は白猫のあの既存キャラクターが出てくる感じなんだね多分。うえ、なんだか、おー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 、金だ金。え、どうなんこれ。あ、でも星3だ。僕がいる場所がステージさ。なんでこれマイク、なんかこれトーマ、君を、ん、勝利を君に、ストロークタイプキャラ。よろしくね。霞が当たりなのかな。まあ星4じゃなかったね。でもね、キャラ編これか、新しいの。お、リーダーになった。 OK。 え、己を鍛える方法ってこと。あ、なんか鍛えるとかあんの。なんだこれ、ソウルボード。なんかすげえな、いっぱいなんかあるぞ。ストロークプラ5。おい、あーなるほどね、能力値を上げられるんだこれで。へえ、でもすげえいっぱいあったから複雑そう。大変だなこれ。2回、お、トーマやって、女の子2回突破。なんか緑のボールが来たよ。ガチャポイント、テニス入門書ルーンを手に入れた。何なんだろう、ちょっとルーンとか、あ、ルーンが石なのかな。でもなんか普通の石じゃないのかな、よくわかんねえな。白猫やったことないからそこら辺わかんないですね。お、ミラ、なんかミララケットすごくね。ミラさんもこの塔に来れば、何、ミラさん知り合いなの。なんだか下品な笑い方やなかかってらっしゃい。キャラクターボイスが豪華やな。さあまた試合来るのか。来た来た、あなたのサーブ、トーマ、お前の実力を見せてみろ。なんだなんだ、あ、あの星タヌキがなんか投げた。何何あれ、あ、ドリンク、スタミナか。そうか、スタミナがあるっていうのが難しいね。スタミナがどう影響するのか分かんないけど、クロス、センターからバックハンド。あー、やばい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 、危ね、これまだタイミングが分かってない。左左っていうかクロス、うん、バックハンドに振りたい。バックハンドナイス、これフロー、左にフロー、いいよいいよ。もうちょい奥に振りたかった。なんだよこれ、あ、これ取っていいのかな、キラってなんかそっち系なのか、うん、まあセンター行こうか。センターに速い球、ういスライスや。今なんか打ち方スライスっぽかったね。スライスとか打てんだ。クロス速いの、ういスピンになっちゃったよ。オープンコートに右に行きたい。あー、ちょっと早いって言われた。これはクロスに、あ、やばいやばいやばい、危ねえ。これ半、このなんだ、クニコンがさ難しいわ。ちょ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 、危ねえ。これジャスト今たまたま出たけど、このタイミングつかむのがちょっと大変やな。
マッチポイント、今度はクロスに行こうか。うい、グッド。オープンコートに、うい、いいよ。はい、バックハンド、相手のバックハンドに、いいよ。振ったね、ナイスストロークだ。スーパーショット使うまでもなかったわ。完全勝利、パーフェクト。こんな感じで進んでいくと、これちょっと終わりが分かんないね。コンプリート、お、ランクアップした。すげえな、ド派手だな演出が。ガチャポイントが溜まっていく、まあ、ちょっとこれなんかボス的なのが来るのかな、それとも単純にもうこれ登っていくだけなのかな。もうあとひたすら登っていく系。3回到達、ビクトリー。ギアガチャ、お、何ギアガチャっていうのもあんだ。あ、これ何ギアガチャってことはあれか、よ、ん、何何、あ、ギアガチャ上にあった、ラケットか、やっぱり。何これオーブでいいのかな、うん、いやでもこれも星4なんだ。2回ガチャれる、これもなんかいいのが星4できたらいいね。お、ピンク虹、あー星さんや。もう一回やるよ。あ、何これ靴とかもあんの、何何これ、ピコット、え、どういうこと、さっきのこれだった。早速装備してみよう、キャラ。なんかピコピコハンマーゲットしたぞ。ギア変更、ピコピコハンマーでテニスすんの、ちょっとテニス舐めてんじゃねえのか。タワー行こう、テニス舐めんなよ。テニスほどね、本当にね、上手なプレイヤーというかね、上手な方とテニスやるとね、なんて言ったらいいんですかね、ラケット触れなくなるぐらいになるスポーツですからね。何が言いたいんだか。どんなもんよ。あ、まあ、塔のルールは大体分かりましたよ。あ、練習はここまで。プレイヤー同士の試合。5ポイント選手なんだ。勝てば鍵入手。じゃあ、こっからはもう、実プレイヤーとの対戦ってことね。これ、もう、ピコピコハンマーで俺勝てんのかな。ピコピコハンマーでテニスしたことないからな。勝てるんでしょうか。対戦相手を待ってます。手を振る。トーマです。よろしくお願いします。お、動けんだ。さあ、これがオンラインのプレイヤーさんと。よろしくお願いいたします。初プレイでございます、私。お手柔らかによろしくお願いします。相手はアイリス。あ、3人がいるんだ。あ、なになに、かわいいんだけど。すげえ。武器もなんかすごい。武器じゃねえ。ラケットもすごい。こっちはピコピコハンマーやで。相手のサーブで。やばいな。まだ慣れてないからな。よし、ナイスクロス。あ、マジで？そこコントロールできないんだ。他のプレイヤー待ってます。どういうことや。クロスで。あ、クロスじゃない。センターで。どうや。オープンコートに打ちたい。あー、間違った。OK。え、マジで？これタイミングを合わせないとコントロールできないのか。クロス。おー、いいとこ。バックハンド。ナイスクロス。いいクロスよ、これ。お、チャンス、チャンス、チャンス。ふい！ナイスボール。今のはいいプレイだ。いいね。いいね。いいよ、いいよ。相手、ちょっとスタミナないぞ。さあ、どっちに来る？クロス。え、ウーストやん。ナイスさ。相手のサーブが良かった。ちょ、焦んな、焦んな。よくボールを見よう。タイミングや問題は。よいしょ、クロス。いいね。今のアングルショット良かったよ。ナイス、ピコピコ。ピコピコハンマーの力を見せるんだ。ちょ、あ、なんかキャラ変えてきたぞ。まあ、とりあえずは、センターから。あ、ロブが来た。チャンスになったけど、これは。ちょっと遅かった。左に。よーし、ナイススピン。クロス。うわー、遠い。きつい。やばいぞ。これキャラ変えた方がいいかな。マッチポイントやで。これスタミナがもうないんだ。じゃ、キャラ変。属性効果ダウンしちゃったよ。まあいいか。ほい。ほい。
よし、ストレートに返したい。よっしゃ、いいとこいいとこいいとこ。チャンスボール、チャンスボール、スマッシュ、きたー。諦めちゃダメだ、最後まで諦めるな。スマッシュエース、いいね。まだ相手のマッチポイント、アドバンテージはある。買収ぞ、頑張れ。うい、ちょっと早かったか。でも相手のいいとこ飛んだよ。チャンスボールがちょっとダメだった、焦った。なんだそれ、やべえ。お、返したぞ、返したけどスーパーショットや。あー遠い、やっちまった。ここで痛恨のミス、負けちまった。いやー、でもこれは面白い。やりが、ええ、コンプリート、負けたのに負けたのに。いや、これはやりがいあるぞ。これちょっと頑張って練習してみたいですね。ありがとうございました。ということでございました。初オンラインプレイといいますか、ガチャ、あ、まだ続くんかな。あ、負ける、あ、こっからは負けちゃダメなんだね。今のは負けてもとりあえず OK と。え、なんかどっかに行ってみてって言ってたよ。まだ続くんだ、ツアーとか。あ、でもこっから自由に動けるっぽいね。はい、ということでございまして、まあ、序盤のね、オンラインプレイヤーの、まあ、負けてもとにかく鍵は手に入れられる、まず最初の4回まで、来たというところまで、白の子テニス、マルベリー、初チャレンジしてみました。まあ、テニスプレイヤーのね、マルベリーとしては、これはもうちゃんとやり込まないといけないなという思うゲームでございますんで、今後も実況あるかもしれません。ご期待いただければと思います。ということで、今回の動画はここまででございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。